お待たせいたしました。札幌ドームです。北海道日本ハムファイターズ対オリックスバファローズ、この一戦をお送りいたします。ファイターズの先発は右のバーヘイゲン、対するバファローズの先発は右の山岡、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。右のバーヘイゲン、マウンドに上がりました。バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは福田。背番号4。投げた、打ちました、破った、福田一気に二塁へ。福田ツーベースヒットを放ちました。ファイターズ先制のピンチを迎えます。宗、背番号6。第2球、投げた、打ちました、右中間へのフライですが取りました。ランナー二塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。ショート紅林、背番号24。二塁牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ。投球ボール、ボールを三塁横、タッチはアウト、盗塁を阻止しました。先ほどのプレーです。さあ、5球目、高速スライダー、見逃し三振。ファイターズまずは無得点に抑えました。2回の表、これからバファローズの攻撃に入ります。先頭バッターは杉本。第4球を投げた、打った、抜けた、杉本ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。背番号55。第4球を投げました、空振り三振。左バッターボックスは6番モヤ。モヤ背番号。投球これから4球目、インハイ、空振り三振、2者連続三振。バッターは7番伏見。背番号第4球を投げました、打ちました、1、2塁間のゴロ、抜いていった、ボールは中継、伏見いいバッティングを見せました。ファイターズ先制のピンチを迎えます。第2球、ランナー走った、投球ストライク、キャッチャー三塁、タッチはアウト、盗塁を阻止しました。さあ、リプレイです。2回の表が終わって0対0、ファイターズピンチをしのぎました。0対0で迎える2回です。ツーアウトランナーなしという場面で万波、第1球、真ん中にストライク、いきなり150キロ、投げました、打ったん当たりだ、ショートの頭上、クリーンヒット、打ったバッター一気に二塁へ向かう。万波いいバッティングを見せました。ファイターズ先制のチャンスを迎えます。バッターは7番ロドリゲス。第1球投げました、縦のスライダーはストライク。第2球投げました、打ちました、セカンドゴロ正面、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ファイターズセカンドランナー残塁、2回が終了しまして0対0です。3回の表、これからバファローズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは義母。第1球、打ちました、引っ掛けた、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは西村。西村背番号。第3球、空振り三振、バーヘイゲン見事なピッチングです。打順は1番に帰って福田。投げた、外れてフォアボール、ストレートのフォアボール。バッターは2番宗。第1打席はライトフライに倒れています。打った、取りました、これで3アウト。バファローズファーストランナー残塁、3回の表が終わって0対0です。ゲームは中盤戦に入ります。この回の先頭バッターは紅林。投げた、変化球、空振り三振。右バッターボックスは4番杉本。これが2度目のバッターボックス。打った、引っ張った、ライナー破った、レフト前ヒット、杉本ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。
バッターは指名打者 T 岡田。第一打席はスイングアウトの三振に倒れています。投げた、見逃し三振。左バッターボックスは6番モヤ。今日の第一打席はスイングアウト、膝元、空振り三振。ボール球で仕留めました。バーヘイゲン毎回ランナーを出していますが無失点に抑えています。4回の表が終わって0対0です。0対0で迎える4回です。ツーアウトランナー1塁という場面で万波、サークルチェンジはストライク。まずは見送りました。第2球、あっといった、一直線、入った入った、ホームラン、先制、ツーランホームラン。落ちるスライダーを完璧に捉えました。チームメイトが迎えます。では先制の場面、映像でご覧いただきましょう。5回の表、これからバファローズの攻撃に入ります。トップバッターは伏見。投げた、初球から打ってった、抜けた。伏見、いいバッティングを見せました。バッターは8番ギボ。第1打席は内野フライに倒れ、打ちました、あっと引っ掛けた、内野ゴロ、一塁へトス、一塁アウト。ワンアウトランナー二塁に変わります。ランナー一人を置いて迎えるバッターは西村。第1打席打った、当たり損ねのセカンドゴロ、ロドリゲス掴んだ、アウト。ファイターズなおもピンチが続きます。打順はトップに帰って福田。第5球投げた、打ちました、鈍いゴロ、アウト。スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。バーヘイゲン、ここまでランナーは出していますが無得点に抑えています。5回の表が終わって2対0です。ゲームは後半に入ります。先頭バッターは宗。今日はライトフライとセカンドフライ、打ちました、フラフラっと上がった、ロドリゲスバックしていった、余裕があります。掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番紅林。ここまで2打席連続三振、高め、空振り三振。まさに日の出るような直球。右バッターボックスには杉本、打ちました、ショートバウンド、ボールを掴んだ、ロドリゲス軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。バーヘイゲン、この回きっちりと3人で抑えています。6回の表が終わって4対0です。山岡降板、マウンド上ピッチャーは吉田。今日2番手としてマウンドに上がります。ファイターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球投げました、打ちました、初球打ち、これはヒットになります。万波ナイスバッティングです。バッターは7番ロドリゲス。今日はセカンドゴロとファーストゴロ、投げました。第2球、一塁ランナー走った、おっとこれ当たった、デッドボール。先ほどヒットを放っている清水。第1球投げました、初球送ってきました、ピッチャーの左へ転がした、アウト。ここは確実に、ゲームはこれから終盤に入ります。先頭バッターは指名打者 T 岡田。ここまで2打席連続三振。投球これから4球目、150キロ直球、空振り三振。左バッターボックスは6番モヤ。ここまで2打席連続三振、初球を打ちました、破った、モヤいいバッティングを見せました。バッターは7番伏見。今日3打席目、投げました、初球を打った、センター前進、ヒット、伏見ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。チャンスをものにできるか。第1球投げました、初球から打ってった、バーヘイゲンボールを掴んだ、セーフ、一塁送球、記録はフィルダースチョイス。ファイターズなおもピンチが続きます。バッターは9番西村。今日は三振とセカンドゴロ、投げた、打ちました、初球打ち、レフトへ飛んだ、取りました、これで2アウト、ランナーはフルベース変わりません。投球これから5球目、見逃し三振。7回の表が終わって5対0ファイターズ、5点リードは変わりません。さあバッター、チャンスをものにできるか。第1球投げた、初球はストライク。投球これから2球目、低めの球空振り、バッター追い込まれました。第3球を
投げた、打ちました、痛烈、打球はそのまま入った、入った、ホームラン、スリーランホームラン、万波今日これが2本目のホームラン、ストレートを狙い打ち。バファローズ、この回は上位打線から始まります。先頭バッターは宗、おっとデッドボール、これはデッドボール、まずは一塁牽制、タッチアウト、牽制決まりました。第9球投げた、シュート見送ってストライク。第2球投げた、真ん中見送ってストライク、これで追い込みました。投げました、外角高め、見逃し三振、金子見事なピッチングです。右バッターボックスは4番杉本、今日はここまで3打数2安打、おっつけた、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。8回の表が終わって8対0ファイターズ、8点リードは変わりません。さあいよいよ最終回、先頭バッターは DH の T 岡田、ここまで3打席連続三振。投げました、見逃し三振、バッターは6番モヤ、1球目ストライクから。投げました、打った、痛烈な当たり、センター掴みました。さあいよいよあと1人、バッターは7番伏見、ファイターズここは何としても抑えたい場面。変化球、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。ファイターズ快勝しました。ハムファイターズの勝利です。本日の勝利投手はバンヘイゲン、西武金子、敗戦投手山岡でした。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただき